宝物にしてた仲間と別れの日が来てまた動き出した新幹線はもう故郷からずっと届いたあの日すごいなって褒めてくれた。それがただ単に嬉しかった。もう涙見せないそう誓ったはずなのになぜこぼれるこの日がきっと一人きりの今夜まだ出てこない自分なりの朝少しずつ大人になってく僕らには何が待ってる。